2024年3月、スペインのプロフィギュアスケーター、ハビエル・フェルナンデスが来日しました。来日の目的は、羽生結弦のアイスショー、ノッテ・ステラッタへの出演です。羽生とハビエルは、カナダ、トロントに根ざす、伝統と名声を誇るクリケットクラブで切磋琢磨し、互いの才能を高め合ったライバルです。しかし、競争を超えたライバル関係が、二人の間には存在します。ハビエルが去った後、クリケットクラブのリンクの上で、スペイン国旗の下で立ち止まっていた羽生。コーチからどうしたのかと、尋ねられると、羽生は、ハビが恋しいと、ぽつりと言葉を漏らしました。彼はハビエルに対して、ライバルである以上の絆を感じていたのでしょう。真のライバルとは、ただ競争相手というだけでなく、お互いに最高のパフォーマンスを引き出し合える存在だと思います。長年にわたって互いに切磋琢磨し合い、互いの限界を超えていく過程で、それぞれのプログラムも築かれてきました。一緒に練習をしてきた時間、競技会での戦い、そして数々の思い出が、二人の間には存在します。表面的な言葉や、一時的な感情よりもずっと深いものがあるのでしょう。確かに現役時代は、お互いに心の葛藤や様々な挑戦がありました。競技という厳しい世界の中で戦ってきました。しかし、それら全てが羽生結弦にとって欠かせない経験であり、今の羽生選手を形作る重要な要素でした。青春の1ページというものだけではなく、切磋琢磨の時代。お互いに高め合い、時には競い合いながらも、最高のパフォーマンスを目指して努力し続けた日々。その日々は、永遠の探求です。フィギュアスケートというスポーツの奥深さを追求し、技術や表現の限界に挑み続ける過程は、羽生結弦にとって終わりのない旅でした。ハビエルとの関係も、その旅の一部であり、お互いにより高みを目指すための大切な存在でした。彼らの関係は、羽生がカナダ、トロントのクリケットクラブで共に練習を始めた時に幕を開けます。ハビエルは羽生よりも1年早くクリケットクラブに入門しており、羽生にとって新たな環境への適応は、彼自身のスケートキャリアにおいて重要な転機となりました。羽生は、ほぼ日刊糸井新聞で語りました。多分、僕は、この人みたいになりたい、って思った時の、ミラーニューロンが強い。真似してるうちに、だんだんそれが自分の技術として体得されていく。より、上手くなっていく、というスパイラルが続いている。男子シングルのトップ選手見たくなろうと思ったら、トップ選手の技がどんどんできるようになっていく。羽生選手は、世界を目指すにあたって、スケートの練習場所を移籍する際の心境について、以前語っていました。もちろん仙台にもいいスケーターはいますが、同じレベルで競い合いながら、毎日刺激を受けられるところに行きたい、という思いがありました。スケーティングのことや練習環境を考えた時に、オーサーコーチがいいなと。ハビエルの4回転の確率の高さは、自分の中で大きなきっかけになりました。あれくらいバンバン飛べないと、これからは通用しない。この時代で4回転を飛ばないっていう選択肢はない。急成長してきたハビエル・フェルナンデスがいる環境に行けば、必然的にそのハビエルのジャンプが確率高くなった理由だってわかると思いますし、自分が一緒に練習できればもっと上手くなれる。ハビエルも同じように語っています。ユズルの言っていることはよくわかります。僕だってそうだったから。何かの技をやりたければ、そばでそれができる人の演技を見るのが一番なんです。彼があのスピードでできるなら、僕はもっと速いスピードでできるはずだ。もっと上手にできるはずだ、と思うんです。僕とユズルは、そうやって互いに背中を追いかけ合うことでどんどん上達していった。ユズルが来たことでハードな練習も楽しくなったし、もう帰りたいなっていう日でも。ユズルが頑張っているので、僕も帰らない。練習量も増えたし、お互いが負けないぞって思って練習しているので集中力も高くなりました。ユズルがトロントに来ると聞いた時は嬉しかったです。彼はすごい選手だし、とにかく練習する。一緒にいることで刺激になる。これまで自分には
メダルを取れる選手なんだっていう強い気持ちが欠けていました。今年は技術的なことよりも、ユズルが目の前にいて、僕たちは五輪のメダルを目指しているっていうことを常に現実的に意識できるようになった。僕は10番組じゃなくて、トップグループにいるんだって、やっと思うことができた。そういった意味で、ユズルは大切な仲間だし、刺激になっているし、今のチーム環境が素晴らしいと思っています。羽生ユズルがハビエル・フェルナンデスとの練習を通じて、4回転ジャンプの精度を高め、自分自身をさらに高めていく決意を固めたのは、クリケットクラブでの日々でした。ハビエル・フェルナンデスも、羽生の加入により練習の質が向上したことを認め、彼はすごい選手だし、一緒にいることで互いに刺激を受け合っていると、言及していました。二人の間には、互いを認め合い、切磋琢磨するという強い絆が築かれました。ハビエルは羽生から、メダルを獲得する選手、という強い自負を学び、羽生は強いライバルのいる環境下で、大きな力を発揮するようになりました。この独特な関係は、彼らが同じコーチの下で練習し、同じリンクを共有することにより、技術的な向上だけでなく、精神的な成長にも大きく寄与しました。男子シングルスケーターとして、表彰台を争うライバルと同じリンクを共有する経験は、確かに珍しいことでした。時には大変なこともあったでしょうが、結果として振り返ってみると、それは二人のキャリアにおいて素晴らしいものをもたらしました。見ているファンにとっても非常に貴重なものであり、羽生結弦選手の最も輝かしい瞬間の一つとして心に残っています。いかがだったでしょうか。羽生結弦選手とハビエル・フェルナンデス選手と競い合った時代は、私たちファンにとってもかけがえのない思い出です。私が初めて羽生結弦選手を発見したのはホワイトレジェンドです。どういう経緯で見たかは忘れましたが、とにかく驚いたのを覚えています。そして、仙台からカナダに旅立ち、オリンピック2連覇、4回転アクセル。今思い返すと、遠くにありながらもあっという間の出来事だった気がします。これからはシリーズとして、二人の関係性を交えながら、クリケットクラブにおける、羽生選手の青春の日々を振り返っていきます。もちろん、羽生選手のフィギュアスケーターとしての青春は未だに変わることなく続いており、その果ては、まだもっと先にあるという現実を前提で、アマチュア時代のことを振り返ります。それでは皆さん、今日も最後まで動画を見ていただき、ありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださったら、チャンネル登録をお願いします。それでは、良い一日を。